杉並区の岸本里子区長が本人の承諾なしに性別を公表する、いわゆるアウティングという行為をしたと、物議を醸していた。今年4月の区議選の結果について、区長の関連アカウントが X でポストした内容で、48議席のうち、女性は25名と発表した後に、25名を24名に訂正した。その理由が、性別非公表が1人いたということでした。これにネットでは、区長が条例違反ってどういうこと。別の人が公表したら、アウティングだ、って絶対騒ぐんだろうな。 守れない条例は制定すべきではなかったですね。同様のケースが発生してもすべて、当人同士ではアウティングの認識はなかった。で、OK。などの意見がありました。この話は、半年以上も前の話ですが、岸本区長が今月8日の記者会見で、適切でなかった。本人にも謝罪したと述べたことから、再び話題となったわけです。さらに、本人からはアウティングに当たらないという理解をいただいたとも発言している。冒頭で説明したように、選挙結果を発表したときに、 女性の人数を訂正したわけですから、最初の発表で本人の承諾を得ているとは考えられない。本人に謝罪したと、区長自ら述べているのですが、何について謝罪をしたのでしょうか。アウティングに当たらないのなら、謝罪の必要もないのでは。そもそも、性の公表自体を気にかけないといけない条例を作ったのに、選挙結果で、なぜ女性が何名などという発表をしたのですか。この条例に反対していた議員が、同じことをした場合も、今回と同じような結末になったでしょうか。